こんにちは。8月29日木曜日、いばきら TV ステーションの時間です。この時間も須藤たやペアでお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日のこの時間のいばきら愛のコーナーでは、県内のホテルで開催されています頑張って茨城観光写真展をご紹介します。はい、うん、どんな写真が飾られているんでしょうね。はい、この後すぐですよね、うん、はい、ぜひ皆さんお見逃しなく楽しみにご覧ください。はい、そしてですね、はい、私昨日の夕方のライブ配信終わった後に、ちょっとスタッフとですね、うん、ロケに行ってきたんですよ。お、ということは遅い時間のロケですか。そうです、夕方夜6時過ぎなので7時とか、はい、これ系ですかこれ系のロケ、これ系な、これ系って何ですかはい、ね、ということでですね、まあね、はい、ロケに行ってまいりましたので、はい、その模様も番組の中でお伝えしてまいりますので、うん、はい、はい、皆様お楽しみに。いばきらレポートでお届けします。はい、はい、それでは早速行きましょう。行きましょう。いばきら TV ステーション行ってみて。今日は茨城県内のホテルで開催されています頑張って茨城観光写真展についてお話を伺います。スタジオにはミトプリンスホテル社長の杉山勤さん、双葉観光株式会社ミト第一ホテル取締役の海老沢由美さん、プレジデントホテルミト宿泊支配人の有賀恵美子さん、ホテルアークビジネス主任の武田美希さん、元旅行サイト担当の鈴木智子さんにお越しいただきました。皆さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。にぎやかな雰囲気で始まりましたけれども、まずですね、頑張って茨城観光写真展とはどんな写真展なのか教えてください。はい、各宿泊施設の館内に、はい、茨城県の観光地ですとか、あとお花、うん、イベントやお祭り、それから茨城県の、お土産物などを写真で、うん、展示することによって、はい、茨城県のいいところであったり、はい、茨城県の魅力が、宿泊していただいたお客様に伝わるような写真展というのを各宿泊施設で開催しております。ああ、そうなんですか、はい、茨城のいいところ魅力を多くの宿泊者の方にお伝えする、はい、そういった写真展ということなんですね、うん、素敵ですね。はい、はい、こちらが開催されるようになったきっかけは何だったんでしょうか、杉山さん。はい、まあ、きっかけは東日本大震災なんですよね、はい、その大震災によって県内の宿泊施設、観光施設っていうのは非常に大打撃を受けたわけですけども、まあ、その時に実はホテル、水戸のホテルでは、はい、工事関係の方や保険の査定の方の宿泊が非常に増えたんですよね。なるほど、復興復旧の作業のためにいらっしゃった、はい、そういった方たちがたくさん利用されたされている、はい、ということなんですね、はい、その時思ったのが、この方たちってもしかしたら本当にいやいや来てるかもしれない、はい、仕事が終わったら早く、仕事が終わって早く帰りたいという気持ちでいるのかなと想像したんですけども、そのまま帰っていただいたんでは残念だなと。確かにせっかくいらっしゃってるんですからね、はい、いいところもたくさん知っていただきたいですよね、はい、その時に、まあ、次に、まあ、今回来たきっかけはその仕事だったけども、まあ、それをきっかけに次回家族で来たいなとか、うん、恋人と来たいなと思ってもらえるにはどうしたらいいかなと考えた時に、まあ、茨城の魅力を伝えるような写真をたくさん館内に掲示することによって、あ、こんな魅力もあるんだなと思って帰っていただければいいなと思ったのが最初のきっかけです、はい、そうだったんですね。震災がきっかけでこの写真展が始まったということなんですね、
茨城県内のホテルが参加しているということなんですが、こちらはどのようにして参加施設を募ったんでしょうか。鈴木さんから教えていただけますか。はい、当時私旅行サイトの営業をしていたんですけれども、はい、県内のホテルさんとか旅館さん一軒一軒回りまして、まあ、こういう趣旨で写真展をみんなでやろうよという声かけをしまして、具体的には写真を大きく引き伸ばして配ったり、あとはソーシャルネットワーク、Facebook なんかでもグループを作って、そこでお声かけをしたり、あとはインターネットの勉強会でこう皆さんが集まる機会があるんですけれども、そうなんですか。はい、そこでもこういうことをやります、みんなでやりましょうみたいなお声をかけて、はいはい、参加を募りました。そうだったんですね。はい、鈴木さんのお声掛けがあって、多くの方が賛同してくださって、はい、現在までこの写真展が続いているという、そんな状態なんですね。参加される方が集まった時ってどんな気持ちだったんですか。はい、やっぱり本当に当時茨城に観光の方って来てくれなくって、うん、そこはもう皆さんも痛いぐらい分かっていて、ね、どうやったら来てくださるだろうっていうところで、まあ、杉山さん発案の今来てる人に、はい、またレジャーで来てもらおうというところが、うん、響いて、それで、まあ、こうやって多くの施設様が参加してくれたのかなと。はい、本当に嬉しい、人となりになって嬉しいなという気持ちだったんですかね。そうですね。わかりました。ではですね、具体的な展示の様子をご覧いただきたいと思います。こちらです。でこの様子を有賀さんにご紹介いただきたいと思います。はい、各ホテルによって展示の方法は様々ですけれども、はい、H サイズ、N サイズ、大きめのコルクボードに写真を貼ったり、うん、あと客室の中にフォトフレームに入れて、はい、客室の中で観光の写真を貼ったりと、まあ茨城県内の観光施設の自然の写真など、ポスターなどになっている写真もありますけれども、はい、自分たちで実際に足を運んで撮った写真なども使って各ホテルで展示をしております。私写真展というキーワードを聞いて、写真がこう大きな写真がポンポンポンと展示されているだけなのかなと思ったんですが、このお写真見てみますと非常に工夫されていますよね。各ホテル、はい、立体的なものですとか文字が書いてあって情報も補足してあったりして、非常に魅力的だなと感じますね。はい、ありがとうございます。うん、こちらはあれですか、ホテルの皆さんが手作り手作業でアイデアを出して作っていくんですか。はい、そうですね、各ホテルの皆さん、うん、いろいろ考えて打ち合わせして、はい、実際に自分たちの手で作っているというような感じになっています。うん、では本当にこう思いや熱意が込められた、そんな展示になっているんですね。はい、なんだかすごくあったかい感じがしますね。はい、こういった写真展を見たお客様の反応というのはどんな声がありますか。こちら武田さんからご紹介ください。はい、そうですね、写真展を見ていただいて、はい、お客様からどこでやってるんですかとか、いつ見れるんですかとか、ホテルからどのぐらいで行けるんですかなど、お客様からスタッフの方にお声をかけていただいて、あとは逆に写真を見ているお客様にこちらからお客様の方にお声かけをして、いつ見れるんですよなど、お客さんとの会話がすごい広がりました。はい、そうですか。はい、お客様とスタッフの方を結ぶ架け橋のような、そんな存在になっているんですね。はい、そうですね。わかりました。本当にこの写真展2年前から始まって2年が経ちますが、それぞれ印象に残っているエピソードがあったら教えていただきたいと思います。杉山さんからお聞かせいただけますか。はい、いろいろお客様からね、本当にここはどこですかっていうことも聞かれるんですけども、はい、一つちょっと記憶に残っているのは、花の写真なんかは撮影時期を非常に聞かれることが多くて、なぜかなと思ったんですけども、やはりお客様はそれを見ていきたいと思ったわけですけど、花ってやっぱり時期がありますので、そうですね、この満開の時期はいつなのかということを非常に気にされて聞かれることが多くて、まあ、逆に私たちもそういった部分をしっかり伝えないといけないなっていう部分は勉強させていただきました。そうですか。でもそれは写真を見て、はい、実際にこの現地に行ってみたい、生で見てみたいっていう、そういった気持ちになったっていうことですよ ね、はい、そうですね。写真を見て心動いた、そんなことを感じるようなエピソードですね。なるほど。続きまして海老沢さん、どんなことを印象に残っていますか。はい、当館で、複
袋田の滝の写真を大きく飾らせていただいた時があったんですけれども、第五の袋田の滝ですね。はい、はい、もともとお客様はお仕事で出張で来られていたんですが、少し1日空いてしまったので、どこかちょっと茨城県らしいところを案内してくれないかということで、はい、でこの写真のところに行きたいんだというところいうことで、あの袋田の滝までの、アクセスをご案内して、で実際にお客様が行かれて、とてもいいところだった。で帰ったら、あの家族だったりとか、はい、あとはお友達にもぜひ紹介したいということで、でまあついでに私もお土産をいただいてしまったといういいお客様ですね、はい、おまんじゅうをいただきました。お味はいかがでしたか？はい、とっても美味しかったです。ですか、この笑顔を見れて美味しかった、はい、美味しさももちろんですが、はい、嬉しい気持ちっていうのもね大きかったんじゃないですか。はい、まさに茨城のファンが増えましたね。増えましたね。わかりました、はい、続きまして有賀さん、どんなことを印象に残っていますか？はい、先ほど、まあ、ホットホテルの分もあの展示の様子を写真でご紹介いただきましたけれども、はい、その中に一つ、まあ、立体的なものがありましたが、もともとはあの水族館のご紹介を写真 と折り紙などを使って平面で、コルクボードに貼って、うん、作ってたんですけれども、どうもお子様などの、まあ、お子様のお客様も多いので、うん、様子を見ているとどうしても触りたくなってそうですね、ベタベタとやっているので、実は今年ちょっとリニューアルをしまして、スタッフみんなで紙粘土で、はい、作ったんですね。今こちら出ているお写真ですが、いろいろな海の生き物が飾られているところがありますね、はい、これが紙粘土で作られた立体的なものなんですか？そうです。あ、よく見るとこうポコッとしているのが分かって可愛いですね、はい、スタッフ全員で作りまして、ね、皆さん器用なんですね。いくつぐらい海の生き物を作ったんですか？確か36だったと思います。そうですか。さらにお子様のお客様にも非常に喜んでいただけるようになって、はい、マグネットでつくようになっているので、はい、それを外してみたり、はい、海の中を泳がせてみたり、はい、遊んでくれるのと、はい、水族館に行った後にホテルに来た方には、僕これ見てきたよとか、マンボウいたよって、はい、スタッフの方にもいろいろとお話ししてくれるんですね、それはやっていて非常に良かったなと思いました。そうですか。もう折り紙で海の生き物を飾るっていうのもすごく可愛らしいなと思うんですが、はい、さらにリニューアルレベルアップして、はい、今は紙粘土でできているんですね。そうですね、はい、で触れるっていうのも本当に楽しいですよね、はい、日々進化している感じですね、はい、なるほど。続きまして武田さんはどんなことを印象に残っていますか？はい、私はですね、写真展を見ていただいたお客様が、まあ、行きたいと思っていただいて、はい、そこまでの、まあ、私もアクセスなどを紹介して行っていただいて、まあ、その帰ってきた後にお話などをいろいろお伺いして、やっぱ私たちの、まあ、目線もそうなんですけど、やっぱお客様の目線っていうのはやっぱり人それぞれありますので、また違った目線で見ていただいて、ここにこういうのがあったよとか、この食べ物が美味しかったよなど、また新しい情報を得ることができたので、はいはい、逆に私が行ってみたいなって、はい、思いましたね。もう写真展がきっかけで自分も新たな情報を知る、 そうですね、そんなきっかけになっているんですね、はい、ありがたいですね、お客様、はい、うん。そして鈴木さんはどんなことが印象に残っていますか？はい、今回本当に写真展を皆さんで行っていただくにあたって、はい、いろいろな写真をダウンロードできるサイトをご紹介したり、うん、あとは実際本当にプリントアウトしたお写真を配ってたんですけれども、どうせ配るんだったらすごい綺麗なところを配りたいって、はい、あちこちの観光地の写真を集めた時に、はい、それを渡したお客様に、え、これどことか、ここよく通ってたけどこんな綺麗だったんだとか、逆に地元の私たちでもあんまり知らないところをたくさん発見することができて、はい、それがすごい印象に残って嬉しかったです。あ、そうですか、はい、お客様から教えていただいて、こちらもこう新たな発見をする、そんなきっかけにもつながっているんですね。そうですね、はい、素晴らしいですね、うん、
まあ、この写真展始まりまして2年が経ちますけれども、うん、今後の夢や目標というのはどんなものがありますか？はい夢や目標なんですけれども、はい、これからもですね、やめることなくずっと続けていって、はい、で続けていくにあたってこうやってライバル関係になると思うんですね。確かにそうですよね、はい、でもみんなで協力し合って茨城県のいいところであったりとか、はい、こういう写真展を今回は作ってみたなどという情報をお互い交換して切磋琢磨しながら、はい、茨城県にこういういいところがあるんだっていう情報交換をして、はい、いいものを作っていって、でそれぞれの宿泊施設に泊まっていたお客様にどんどんもっと紹介して、でそのお客様が、地元に帰られた時にご家族であったり同じ会社の同僚の方であったりあとは恋人であったりとかにお話ししていただいて、はい、次の旅行はぜひ茨城にしようと言ってもらえるような、はい、そういう状況を作って、で茨城に来てくれる人がどんどん2倍3倍に、はいはい、なるように、はい、数字として跳ね返ってきたらいいなと思います。そうですね、はい、確かにこう皆さんライバル関係ではあるかもしれないんですが、刺激いい刺激を与えながら成長していって、はい、そして茨城のファンが増えてくれたら本当に幸せなことですよね、うんはいうん、ぜひ今後も期待したいと思います。ではですね、イバキラ TV をご覧になっている皆さんへそれぞれメッセージをお願いしたいと思います。杉山さんからお願いします。はい、ご覧いただいている、まあ、市内近隣の方は、まあ今日来ている施設はお気軽に来ていただければご覧いただけますので、はい、ぜひ見て直接見ていただきたいなというのが1点ありますね、はい、それからもう一つは県内の施設様観光施設様、まあ、宿泊施設様で、まあ、興味があればぜひ一緒に、まあ、観光写真展の仲間にね加わってほしいなというのを、まあ、切に願っております。はい、ぜひお仲間に入りたいという施設の方はどうすればいいでしょうか？はい、まあ、そんなに条件は厳しくはないんですけども、そういう具体的なところは私の方にお電話いただければ、はい、ご説明いたします。はい、今、はい、お電話番号出ていますね。お問い合わせは水戸プリンスホテルまで、電話番号が 029-227-4111、 杉山さんまでお問い合わせいただくと詳しい情報などを教えていただけるということですね。わかりました。ぜひね、興味がある施設の方お問い合わせいただきたいと思います。では続きまして海老沢さんからもぜひメッセージお願いします。はい、水戸第一ホテルでも、たくさんの茨城県のいいところなどをご紹介できるような写真を、飾っておりますが、もっといいところがあるんだよというところがあれば、ぜひ教えていただきたいなと情報募集中ということですね。はい、情報大募集です。はい、わかりました。出てますか？出てはいないんですが、お問い合わせいただきたいと思います、はい、ありがとうございます。続きまして有賀さんからお願いします。はい、茨城に来られる方、またこれから来ようと思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、茨城で楽しい思い出を作って、それを、まあ、宿泊施設の方にも持ち帰ってきてもらって、ゆっくりとホテルで過ごして楽しんでいってほしいなと思います。と先ほど申し上げましたが、まだ、ね、子どもさんなどで連れていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますけれども、そういう子どもたちにもたくさん思い出を作ってもらって、10年後でも20年後でもいいので、また遊びに来てほしいなと思います。はい、わかりました。では武田さんからお願いします。はい、それで宿泊施設の方々も本当ライバルではあるんですけど、みんなで情報を共有したいなと思っております。で茨城の魅力をみんなお土産に持って帰っていただけたらなと思っています。はい、ありがとうございます。鈴木さんからお願いします。はい、茨城県民40年をやっておりますけれども、まだまだ知らないものすごい素晴らしい自然とか、景色が茨城にはあります。で茨城の今見ている方にはぜひその茨城の良さを、すごい存分に味わっていただいて、自慢していただきたく、またもう一回感動をしていってほしいなと思います。ありました。ぜひ多くの方、茨城県内の方も、はい、茨城県外の方にも茨城の魅力を知っていただきたいですね。はい、今日は頑張って茨城観光写真展につきまして、水戸プリンスホテル社長の杉山努さん、双葉観光株式会社水戸第一ホテル取締役の海老沢由美さん、プレジデントホテル水戸宿泊支配人の有賀恵美子さん、ホテルアークビジネス主任の武田美希さん、
元旅行サイト担当の鈴木智子さんにスタジオにお越しいただきました。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、茨城ナウのコーナーでした。これが投票所入場券だぜ。これを持っていよいよ選挙に行くんだブー。わあ、みんないっぱいいるね。ドキドキするブー。まずは投票所入場券を渡して投票用紙をもらう。次に候補者の名前をしっかり書いて、最後に投票箱に入れるだけ。簡単だね。さあ、やってみよう。もらう、書く、入れる。もらう、書く、入れる。立派な大人だよな。うんうん、格が上がったって感じだブー。まさに霜降り豚だブー。茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。アテネ、北京、ロンドンオリンピックで3連覇、世界選手権10連覇と世界大会13連覇を達成し、国民栄誉賞を受賞した女子レスリングの吉田沙保里選手と日本レスリング女子代表監督の酒井和仁氏の講演会がひたちなか市文化会館で開かれ、吉田選手は9月に開かれる世界選手権で14連覇に挑む決意を示しました。講演会はひたちなか市体育協会が主催しました。吉田選手らは3連覇への道、挫折からの復活と題した講演で、試練を乗り越えてオリンピック3連覇を達成した経緯などを話しました。吉田選手はロンドンオリンピック前の昨年5月、女子ワールドカップ団体戦決勝でロシアのワレリア・ジョロボワ選手に逆転負けを喫しました。旗手は金メダルを取れないというジンクスもあり、次対戦した時に勝てるのかなという不安に襲われ、夜も眠れない状況が続いたといいます。昨年のオリンピックですね、3回目のオリンピックだったんですけど、まあ、本当に3歳からレスリングを始めて、こんなプレッシャー、緊張感に襲われた、大会は本当にもう初めてで、寝れない日々がもう続いたんですけど、騎手をした人は金メダル取れないとか、一番大きかった理由は、オリンピックの2ヶ月ぐらい前に国別対抗戦があって、その大会で、ロシア の若手の19歳ですかね、私より10個も下の、選手にこう負けてしまって、それから、オリンピックまで2ヶ月しかないということで、本当に次勝てるのかなと。最初のその吉田選手の試合前日、48キロ級の小原ひとみ選手、63キロ級の伊調馨選手が金メダルを獲得したことで、気持ちを奮い立たせることができました。その2人が選手村に帰ってきて、部屋に戻ってきたときに、おめでとうっていう話をして、でメダルを、この金メダルですね、ロンドンオリンピックの、メダルを手に取って、こう見せてもらった瞬間に、すごく重くてですね、大きくて、私もこの金メダルが欲しいっていうふうに強く思ってですね、私も明日絶対にやるんだ、ここまで何しに来たんだ、この4年間、この3連覇するために頑張ってきたんだという、気持ちを、こう
がこう降り立たされてですね、今日ね皆さんとこうやってお会いできたので、また皆さんから元気をいただけたと私は思ってますし、また皆さんが応援してくださったらこのハンガリーの世界選手権でも14連覇できると思いますので、9月19日、頑張ってきますので応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。次です。女性警察官に幹部としての自覚を促し意欲を向上させるため県警察本部は昨日茨城町の県警察学校で女性幹部警察官を対象に研修会を開きました。研修会には警部補巡査部長の階級の女性警察官およそ30人が出席し、県内で女性初の警視副署長となった中警察署の岡崎美智子副署長が自分の経験と女性の視点を業務に反映させるための心構えについて講演しました。岡崎副署長は子育てと仕事で多忙だった日々を思い返しながら後輩の女性警察官に対して女性という甘えはいらないとした上で女性の立場からこうしたらいいと声を上げてほしいとアドバイスしました。これから女性に対する施策などが様々に整備されていくのをすごく実感しましたし、それに対してやっぱり自分もそれに応えるような仕事の取り組みというのもしなければいけないという責任感をちょっと感じましたね。1歳8ヶ月の娘がいて現在育休中で、先輩の育児中のお話とか聞けてとてもためになったので今後のちょっと不安が少し解消されました。研修会は30日と9月5日にも実施されます。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。続いては須藤さん。はい、茨城新聞ピックアップです。まずはこちらの記事から。旬のぶどうで創作料理、こちらの話題です。日立大田市産の農産物を生かして地域の活性化につなげようと、日立大田市内8つの飲食店が創意工夫を凝らした料理やスイーツを開発しました。農業者や飲食店店主らで作る日立大田ファーム&キッチン実行委員会が企画し、第1弾の素材は旬のぶどう。31日からぶどうフェスと題し、各店舗でそれぞれの創作メニューを提供します。ぶどうフェス開催を前に市内の飲食店で昨日試食会が行われました。試食したぶどう農家の椎名さんは、ぶどうの楽しみ方が増え農家としては嬉しいと笑顔で話しました。続きまして2つ目はこちらです。常に考えてプレーして J2 水戸柱谷監督小学生に上達法を伝授、こちらの話題です。サッカーの J2 水戸ホーリーホックの監督で元日本代表選手柱谷哲司さんが講師を務める教室が昨日水戸市川田町のツインフィールドで開かれました。市内や近隣市町村の小学生82人が参加、基本技術を再確認するとともに夏休み最後の思い出を作りました。柱谷監督はサッカー上達には上手い選手の真似をして技術を吸収する、常に考えを持ってプレーする、勝つぞという気持ちを持つことが上達するためのポイントと講義。学年別に分かれパスやドリブルの手ほどきをし、最後は飛び入り参加した選手たちとミニゲームで汗を流しました。以上、茨城新聞ピックアップでした。続いてはキラスポのコーナーです。さあ、昨日行われましたサッカー J1 鹿島アントラーズの試合結果からご覧ください。開始10秒で先制点、さらに5分後2点目を奪うも清水エスパルスに3対4で負けてしまいました。これでアウェーの地で6連敗を喫しました。順位表をご覧ください。前の試合で首位の横浜 F マリノスを破り4位に浮上した鹿島でしたが5位に後退しております。続いてテニスの関所国際女子オープントーナメントをお伝えします。本戦2日目の昨日はシングル1回戦10試合とダブルス1回戦3試合が行われました。茨城県勢の結果ご覧ください。ダブルスでは筑波大学の古川さんと CSJ 筑波テニスガーデンの小沢さんペアが台湾選手にストレートで敗れました。藤代高校の清原さん中澤さんペアも同じくストレートで敗れ、両ペアともに初戦敗退という結果となります。最後に野球の話題。
7月に台湾で開かれた国際野球連盟12歳以下世界選手権大会で日本代表のエースを務めたのは県内の牛久リトルに所属する小学6年生の菊田博一くん。世界一を目指して大会に臨んだが外国のパワーは想像以上と驚きました。特に優勝したアメリカの選手は桁違いと話します。自身は最速114キロの直球が自慢ですが相手は130キロを放ちました。世界のレベルの高さに触れいい刺激になったと話しています。日本代表は準決勝でアメリカには敗れましたけれども3位という素晴らしい結果でメダルを獲得しております。以上キラスポのコーナーでした。いわきら図書館のコーナーです。本日は春の小川さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、本日ご紹介していただきます本はこちら小さな声です。こちらはどのような本なんですか？そうですね、あんまり明るいお話ではないんですが、はい、痛さとか苦しいなっていうところに気づく時の話です。はい、うん、痛さとか、そうですね、気づくという。こちらはどのようなきっかけでこちらを書かれることになったんですか？はい、と元になっているのは私の経験ですね、はい、10歳かそこらもうちょっと小さい頃かやっぱりとても好きなので、はい、あの小さい動物とか虫とか、はい、遊んでる中でああしまったなっていうことがあったのでそういうものをまとめてます。ご自身の本当実体験に基づきっていうことですよね。小さい頃から小さい動物虫がお好き？虫も好きですし動物も好きですね。はい、はい、あもう全般生き物全般好きなんです。結構好きですね、はい、それはもう虫を観察とかするんですか？しますね、やっぱり顔が可愛かったりするので。顔が、うん、虫の、ちょっとなかなか顔は僕は可愛いっていうふうには思ったことがないというか、まあなかなか、あでもやっぱり違うものなんですか？同じ虫でも表情顔。そうですね、うん、なんかうんトンボとハチも違いますし、はい、ウスバカゲロウこの出てる、はい、アリ地獄が大きくなったのがウスバカゲロウ、はい、あれも結構可愛い顔。違いは難しいですよね。虫が好きで、うんまあ、そういう自分のご自身の実体験に基づいてこちら書かれることになったということですね、はいはい、どうですかこちら実際書かれてその周りの反響読んだ方の声とかっていうのは、うんうん、そうですね、お母さん年代の方とか、はい、あとは小学校3、4年生とかそういう方の感想文見せていただく機会があったんですけど、はい、結構深いことを考えてくださっていて、うん、大事にするとか虫とか捕まえ方気をつけるとか、うん、結構書いてあってすごく何か伝えたいなっていう部分感じてもらえたらいいなっていう部分伝わってるんだなと思って、うん、感想文にすごく感動しますね。やっぱりそういう、 もう直接生の声を聞けるっていうのは、うんうん素晴らしいですよね、はい、そしてそうやってやっぱり書いた時に、まあ、これを書いてやっぱりそういう生き物の命とかの尊さとか、うんまあ、子供ですから僕自身もやっぱり小さい頃虫を捕まえて、うん、あっていうこともやっぱりあるので子供って結構そういうところってあるじゃないですか、うん、もう力任せにとか、うん、だから本当感じてほしいことを実際に感じていただけたということですね。そうですね、うんどうですかそのやっぱり伝わった時の嬉しさというのか感動とかっていうことですかね、うん、かなりやっぱり伝えたい以上に考えてくれたりするので、はい、もう、なんて言うんですかね思う以上に本当にありがたいのとすごいなって思うので最初読んだ時に、はい、なんか泣けてきちゃいそうなぐらいだったんですよ。そうですよね、今後のこういう、まあ、絵本の書いていく活動とかご予定はございますか？そうです。すごく今回もやっぱり出版社さんに関わってもらってあれこれ意見とか
私が思わないような部分も出てきたりして、はい、結構楽しかったので、絵を描くのも面白いですし、やりたいなと思うんですけど、はい、ちょっといつになるか分かんないですね。あ、でも描きたいという気持ちは。そうですね。こちらちなみにこの制作期間っていうのはどれぐらいの期間で描かれたものなんですか？やっぱり元が経験なので、はい、20年くらい前からずっと自分の中にあったものが3年くらい前ですかね、はい、文章として多分大きくなったから少しまとめる力がついて、はい、文章として形になったので、はい、まあ、文章直し直しは3年くらいですけど、絵は結構早く描けてしまったので、うーん、今年に入ってからバーッと進んだ感じですかね。そうなんですね。まあその文章にしてからちょっと合間空いて、でも本当ギュッと作ったのも今年に入ってからということですね、うん、はい、でこちらのですね、小さな声、視聴者の皆様にプレゼントがございます。春の小川さんの小さな声、視聴者の3名様へプレゼントです。応募はコンタクトアットマークいばきら .tv、 コンタクトアットマークいばきら .tv、 懸命に春の小川プレゼント係までと必ず明記してください。さあ、それでは最後にですね、視聴者の皆様に一言メッセージをお願いいたします。ぜひ読んでいただいて、何か考えるきっかけになれればと思いますので、はい、見かけたら立ち読みで構わないので読んでいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。僕もちょっと本当小さい頃のこととか思い出すような内容でしたので、はい、皆様もぜひご覧になってください。今日は春の小川さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということですね、オープニングでもお話ししましたけれども、私昨日この夕方のライブ配信終わった後にロケに行ってまいりまして、はい、まあ、どちらに行ってきたかと言いますと、まあ、昨日のですね、茨城新聞ピックアップの記事でですね、笠間市のですね、北山公園という公園があるんですけども、はい、行ったことあります。の池、新池という池があるんですけども、はい、そこにハート型のイルミネーション、ハート、そうなんですよ、かわいい。以前たやさんも、はい、笠間、恋人の聖地って番組でご紹介していただいたんですよね。はい、まあ、恋人の聖地に選ばれたということでですね、まあ、夏期間限定でこういうイベント、はい、知ってました？行ってるの知りませんでした。夏のイルミネーションってちょっと珍しいですよね、はい、そうですよね。冬とかならね、クリスマスに合わせてとかあるんですけども、まあ、そちらにですね、私の行ってまいりましたので、早速ご覧いただきたいと思います。はい、はい、それではご覧ください。どうぞ。さあ、本日私は笠間市のこちら北山公園に来ております。こちらはですね、3年前からこのようなイルミネーション、ライトアップのイルミネーションをですね、行っております。まあ、こちらは恋人の聖地、まあ、こちらにですね、認定されたこともありまして、たくさんのカップルやご家族連れがですね、訪れています。このイルミネーションは2010年にスタートし、水面には LED 電球およそ9000個を使用したハート型のイルミネーション、藤棚には LED 電球およそ3000個を使用した流れるようなイルミネーションが設置されています。笠間青年会議所の八津さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこちら、北山公園の新池に浮かぶハート型のイルミネーション、すごい綺麗なんですけれども、こちらどのようないきさつで始められたんでしょうか？最初の経緯はですね、はい、平成22年に笠間市が恋人の聖地として認定されまして、はい、まあ、それの機に笠間青年会議所としてなんか授業を始めようということで、はい、まずイルミネーションを作ろうという授業でこちらを始まりました。はい、カップルがいましたのでお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日はどちらから来られたんですか？ひたちなかです。ひたちなか、はい、こちらには何度か来られたことはございますか？いや、初めてですね。初めて、はい、どうですか、実際ご覧になって。まあ、数少ないですけど結構綺麗だなとは思います。はい、はい、どうですか？あ、そうですね、はい、見たかったんで来れてよかったです。はい、この後、まあ、今もご覧になられて、この後のご予定は？とりあえず
今年なんか花火見に行けてないんで、はい、花火買って、まあ、今日はやらないですけどそのうちやるね、はい、っていう感じですかね、はい、お二人付き合って長いんですか？2年半ぐらいですね。2年半、はい、出会いは？出会いは元々の職場が一緒だったんですよ、はい、あ今は違うんですか？そうです。でたまたま俺が桁のアドレス変えた時に返事が返ってきて、はい、あ登録しちゃったんだっけこいつみたいな感じでまたちょこちょこっていう感じです。ちょっと彼氏さんちょいちょい口悪いですよね、彼女さんに対して。いやでも、ま、普通そういうところも好き。はい、はい、いやじゃあね末永くお幸せに、はい、いや本日ありがとうございました、本当に、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ご覧いただきましたけれども、いかがでしたか？すごくラブリーですね、はい、鮮やかなピンクでハートの形で、はい、いいですね。あれ映像にもあったんですけども、はい、まあ大きいハートをドンって目立つじゃないですか、はい、ありましたね。後ろには実は小さいハートがあったんですよ。気づきましたよ。あ、気づきました、うん、あれはですね、今年できたものなんですよ、はい、あ、そうなんですね、はい、今まではあの大きいハートのみだったということで、うん、はいはい、でこちらのイルミネーションなんですけども、はい、あさって31日土曜日まで行われておりまして、うん、はい、点灯は午後6時から9時頃ま で最終日の31日にはですねイベントも行われるということですので、はい、はい、皆さんあと2日ございますので、はい、あ今日入れたら3日ですね。私も行ってみたいですね。はい、ぜひ3日間で一緒にいてくれる素敵な方を見つけたいと思います。はい、ね、相手がいる人もいない人も、はい、いない人は頑張りましょう、頑張りましょう、私と一緒に、はい、ぜひですね、はい、明後日までに、はい、足をお運びください。はい、お楽しみください。さあ、続いては、続いてはテクテク茨城界隈散歩道のコーナーです。今回は日立市大三日地区をお散歩してきました。 VTR どうぞ。先生、今日はどこに行くの？続いてのドリームスポットはこちらですね、はいはい、こちら何のお店ですか？こちらは雲平堂本店さんといって、はい、いろんなお菓子を扱っています。お菓子ですか、はい、どんなお菓子があるのか楽しみです。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。こちらのおすすめの商品は何ですか？はい、おみかまんじゅうですね。一番好評いただいております。おみかまんじゅう、はい、どんな特徴がありますか？皮の方はですね、はい、山芋とお米の粉で蒸し上げております。山芋とお米、変わってますね、うん、ありがとうございます。他にはこの時期ならではの商品などもあるんでしょうか？今この時期ですと、はい、こちらの水羊羹。いいですね。多分珍しいと思います。干し芋とかぼちゃ、はい、形も四角くて変わった容器に入っていますね。ありがとうございました。干し芋とかぼちゃですね、青エンドウ豆使ってます。はい、もみ屋さんのかぼちゃです。うーん、あとは日立中の幸、はい、田商店さんの CM を、はい、そうですか。じゃあ早速いただいてみますか？じゃ あちらでご用意いたします、はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、ではこの時期のおすすめ商品、干し芋の羊羹とかぼちゃの羊羹いただいてみたいと思います。いただきます。干し芋からいただいてみようと思います。はい、あ、ツヤツヤで綺麗ですね。いただきます、うん、あ、すんごく干し芋の味がしっかりしていますね。
甘みもあってかといって甘すぎないのでこの時期にこう甘いもの食べたいなっていう時にとてもいいですね。美味しいです。さて続きましてかぼちゃの方もいただいてみたいと思います。これもツヤツヤしていて綺麗ですね。見た目も涼しげで夏らしい。いただきます。うん、あーこちらもかぼちゃの味がしますね。かぼちゃって煮物とかにするとこの時期ホクホクしすぎてなかなかこう箸が進まないなっていうこともあるかもしれないんですが、羊羹にすると滑らかなのでもうどん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 食べられちゃいますね。こちらも喉越しも良くてとても美味しいです。はい、ありがとうございます。この羊羹に使われているもみやのかぼちゃっていうのは、はい、その日立の南の方にもみや地区っていうところがあって、はい、土地が非常に肥沃な地区なんですね、はい、川なんかに育まれた土地が非常に肥沃な場所で、そこで育ったかぼちゃが使われてるです。すごく甘みがあって、はい、ポクポクしたかぼちゃとして有名なんですね。続いて名物の大みかまんじゅういただいてみようと思います。形もちょっと変わっていますね。可愛らしい。あ、もちもちしているんでしょうか。この生地が独特のもちもち感があります。一度割ってみますね。わっ、あんがたっぷり詰まっていて美味しそうですよ。では大みかまんじゅういただきます。うん、皮はもちもちしてまして、中のあんがですね甘すぎないので非常にお上品な味だなと感じますね。とってもこちらも美味しくて止まらないですね。続いては茨城放送と茨キラ TV のコラボレーション、茨キラ TV スクーピーレポートです。 VTR どうぞ。私は今水戸市五軒町にあります司法書士会館にお邪魔しています。こちらの司法書士会館では本日茨城司法書士会主催の高校生によります司法書士体験が行われているということで今日やってきました。今日はこちらから高校生1日司法書士体験についてお話を伺いたいと思います。お話は司法書士の日記念事業実行委員長の総原直樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあこちらの司法書士体験なんですが、今日はどういった内容で行われているんでしょうか。はい、法律関係の仕事ということで、固いイメージがあるかと思います。生の現場を体感できるような内容になっております。具体的には実務現場でよく依頼を受ける相続登記の申請書類を作成してもらい、実際に法務局に提出をします。また法務局の見学では本物の登記簿謄本を取得して身の回りの不動産や会社の登記を見てみました。ご飯を食べた後午後にはですね、お待ちかねの裁判所見学があり、裁判の傍聴や法服、裁判官の着ている黒い服ですね、こちらの着用体験がございます。かなりこう実際の現場を見せていただけるといった印象を受けますね。今回の体験会の目的というのはどういったところにあるんでしょうか。はい、社会に出る前の高校生に裁判や登記などの司法制度への理解を深めていただき、将来、どんな職業に就くかといったような職業選択や社会生活に役立ててもらうことを目的としています。はい、こうした活動を始められたきっかけというのはどういったところにあったんでしょうか。はい、私たち司法書士がどんな仕事をしているのか、まだまだ市民の皆様に浸透しているとは言えない現状なんですね。この一日司法書士を通じまして、より多くの市民の皆様に司法書士の仕事について知っていただき、市民に身近な暮らしの法律家としてお役に立ちたいと思い、この体験事業を始めました。なるほど。ではその司法書士のお仕事について簡単に教えていただけますか。はい、まず代表的なのが不動産や会社の登記です。マイホームを買った時の名義変更や会社設立増資などの手続きをします。
また裁判書類を作成したり140万円以下のトラブルに対しては代理人として訴訟活動や交渉ができます。借金問題や労働問題を解決したり、はたまた認知症の方の成年後見人として財産や生活を守っています。さらには預貯金や保険金などの相続手続きや遺言作成、事業承継への対策など幅広いニーズにお応えしております。はい、今司法書士の仕事について簡単に教えていただきましたが、こうした高校生一日司法書士体験、こうした活動は今後も続けられる予定ですか？はい、この体験会以外にもですね、全国の司法書士会では各学校に出張して法教育講座を開いたり、各種相談会、講演会を開催しています。今後も社会生活の中で必要になる法律の知識を広め、困りごとを相談できる場を提供し続けていくつもりです。はい、わかりました。では今日高校生一日司法書士体験、実際に体験されました高校生の方々にもちょっと登場していただきましょう。女性3名男性1名にこれからお話を伺ってまいります。まずは皆さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。まずは、女の子3人、女性3人にお話を伺っていくんですけれども、皆さん水上高校2年生です。小宅春奈さん、益子夏美さん、小沼智美さんの3人です。まずはですね、女性3人に聞きますが、今日午前中体験してみて一番心に残った体験、どんな体験でしたか？まずは小宅さんからお願いします。所有権の効果相続のところで、やっぱり自分が将来親が亡くなった時とかに体験することでもあるので、すごい覚えておかなきゃいけないなって感じました。かなりしっかりした、ね、感想でしたね。では続いて益子夏美さんお願いします。はい、相続登記の申請書の作成に、すごく細かい資料がたくさん必要なのが大変だなと思いました。その細かい資料はちょっと作成してみたりとかしたんですか？今日は申請書を作るのをやったんですけど、その細かい資料は全部集めておいてくださいと言ってました。なるほど、そうですか。では続いて小沼智美さん、今日どうでした？最初に行政書士の仕事の紹介のビデオを見たんですけど、はい、私最初司法書士の仕事がどういうのか全く分かってなかったんですけど、ビデオを見て司法書士の仕事が思ったよりも生活にすごく役立っているのを感じてすごいなと思いました。うん、はい、小沼さんは将来の夢は何か決まってますか？一応検察官になることを目標にしてます。ではこの後午後からね、裁判所を実際に行ってみる予定になってますけど、楽しみですね。はい、裁判所の傍聴すごく楽しみにしてたので、はい、とても嬉しいです。わかりました、ありがとうございました。水上高校2年生の女性3人にお話を伺いました。続いてはですね、県立中央高校2年生の島田良吾さんにお話を伺いましょう。こんにちは。こんにちは。今日実際に体験してみられたわけなんですけど、今日この1日高校生司法書士体験応募した理由っていうのは何だったんですか？2年生になって今度の大学進学のものを決めると、どういう進路に進むかを考えていたんですが、それでこのやつに出会ったんですが、それで法律関係のことを調べてみようかなと思いまして、それで応募しました。もともとその法律関係のお仕事に興味があったということだったんですけど、その午前中今日体験してみて、その自分が持っていたイメージとのギャップっていうのは何かありました？司法書士の仕事は全然想像がつかなくて、でどんなことをやるのかなって来てみたんですが、それでやってることがもう書類整理とかこう裏方支える仕事だったので、とてもいい仕事だなと思いました。じゃあ今日この後まだ午後もありますが、こう有意義な一日になりそうですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで以上高校生4人の方にお話を伺いました。もう皆さんしっかりしていて、私の方がびっくりしてしまうシーンがたくさんあったんですけれども、
ね、高校生の皆さんにとって今日も一日有意義な一日になることと思います。そして、司法書士というお仕事がですね、私たちの暮らしに身近な存在であるということも、曽原さん、私今日はすごくひしひしと感じました。はい、私たち司法書士はですね、市民に身近な暮らしの法律家として皆様のお役に立てるように活動しております。借金問題、相続、遺言など身の回りの困ったことが起きたときにはぜひお近くの司法書士事務所にご相談ください。きっと解決の糸口が見つかると思います。はい、今日はお話ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日この時間は水戸市五軒町にあります司法書士会館から高校生一日司法書士体験についてお伝えしました。うまいもんだからのコーナーです。視聴者の皆様にプレゼントのお知らせです。茨城の食や農に関する情報を紹介しているホームページ、うまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは、茨城県内のおいしい一品をプレゼントしています。今週のプレゼントはこちら、水戸ドライブイン日立の里水戸インター店のすっきり爽やか梅抹茶です。水戸ドライブインのオリジナル商品である梅抹茶は、梅園で有名な偕楽園にちなんで、もっと自由に楽しく抹茶をいただきたいとの思いから作られた、水やお湯で溶かして飲むタイプの抹茶です。香りふくやかな抹茶に梅の程よい酸味と塩分が加わることで、後口をさっぱりさせ、夏バテの防止にも最適です。お茶としてだけでなく、お茶漬け、おかゆ、おにぎりなどにもぜひご利用ください。今回は水戸ドライブイン日立の里水戸インター店のすっきり爽やか梅抹茶を3名様にプレゼントします。応募期間は9月3日までとなります。応募は茨城食と農のポータルサイトから。たくさんのご応募をお待ちしています。またうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは、茨城の旬の食材や県内の直売所情報、おいしい料理のレシピなど、茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりとご紹介しています。皆さんぜひご覧ください。以上、うまいもんどころのコーナーでした。9月8日は茨城県知事選挙の日。みんなの投票で私たちの未来は作られていくんだよ。さあ作ろうよ幸せな未来。9月8日は茨城県知事選挙の日。我らが有名になる方法を思いついたぞ。なんでもんすか。県知事になればいいのだ。早速投票に行くでもんす。作ろうよ幸せな未来。え、タヌキはダメ。人と大地がある限り、茨城はずっと輝くわ。県民のみんな、あなたの一票で茨城を実らせて。茨城県知事選挙。9月8日は茨城県知事選挙の投票日。皆さんの一票待ってます。幸せな未来。県選挙管理委員会からのお知らせです。9月8日の日曜日は、茨城県知事選挙および茨城県議会議員補欠選挙の投票日です。当日投票に行けない方は、お住まいの市町村の市役所または町村役場などで期日前投票もしましょう。投票時間は毎日午前8時30分から午後8時までです。選挙は私たちが政治に参加する大切な機会です。ご家族やご近所の方にも呼びかけて、必ず投票しましょう。選挙についてのご質問などは、県選挙管理委員会電話番号 029-301-2462 へお問い合わせください。作ろうよ幸せな未来。県選挙管理委員会からのお知らせでした。
続いては茨城放送とのコラボレーション、ドクター太田のワンポイントリハビリテーションをお届けします。 VTR をご覧ください。ドクター太田のワンポイントリハビリテーション第698回。先生、以前 QOL クオリティオブライフについて伺ったことがありましたけれども、やはり人生を終えるその最後の時まで人としての尊厳を保っていたいと思うのはご本人もそうですし、ご家族も同じなんじゃないのかなって思うんですが、そのためにはどういったことがご本人とご家族それぞれできるんでしょうか。これね、QOL を考えるときにね、何をもって QOL が良くなったかっていうことを、みんなで話しとかない、日頃から話した方がいいかもしれないね、でそういうことをね考えるときにね、さて QOL 生活の中身質を良くするってどういうことだろうかとこう考えると結構難しい、でそういうときはねひっくり返して考えるといい。逆さまから、悪いっていうのはどういうことなのか、徹底して悪いっていうのはどういうことなのか、でまあ、介護だとかそういうことで言えばね、悪いっていうのはやっぱり尊厳に関わることが傷つけられると悪いんですよね。悪いだから尊厳あるケアがされていると QOL は高いとこを見た方がいいかもしれない、そうするとね、その尊厳の反対は何かっていうと虐待ですよ。虐待もう一番悪いのは虐待で、虐待っていうのはね、もうきちんと整理されてますけどね、いろいろ整理されてますけどね、例えばね、例えばの話、トイレの話考えるとね、こう大勢の中で例えば大部屋でねポータブルトイレ使うなんていうのは虐待の中入ってるのも、それから大勢の中でおむつを取り替えるなんていうのもね、虐待の中入ってるんですよ。でそうなるとどうするのっていう話になるでしょう、そうすると、トイレなんかであれば行きたい時はやっぱりできるだけトイレ連れて行ってあげるだとか、それから特に大きい方なんかはね、こうみんながいるようなところでね、こうやらないで、お世話しないでちょっと陰でしてあげるとか、一番良ければトイレ行くっていうことでしょうけどね、行けない場合でもきちんとこう別れたところで始末をしてあげるだとかね、そういうことって大事なんです。だから生活の質を上げる上げるってあんまり難しく考えないでも、虐待の反対って考えたらね、それってね普通のことですよ、普通の人が普通にできてることっていうのがね、これがね介護を受けてる人にとっては生活の質を上げるっていうことになるでしょうね。もっともっとランクを上げていけば話はまたいくらでも上行きますけどね、介護を受けてる人ということで言えばその辺のところが大事なポイントかな。TV ステーションいばきらいのコーナー、お昼のゲストは土コン実行委員会の皆さんが登場します。そして夕方は水戸芸術館アートディスカバリーをお届けします。明日もお楽しみに。はい、はい、土コン、土コン、水戸コンみたいな感じですか。土浦のコン、おわコン、町コン、茨城はいろんなところでやってますね。ね、出会いがいっぱいあっていいですね。いいですね。はい、明日出会ったら明後日間に合いますよ、ハート型イルミネーション。あ、笠間の公園のイルミネーションですね。明日出会ったらってのもおかしいですけどね。はい、皆様ぜひ足をお運びいただいて、そしてですね、本日番組内いばきら図書館でですね、はい、こちらの本ですね、はい、春の小川さんのこちら小さな声、はい、プレゼントがございます。こちら視聴者の皆様にですね、3名様にプレゼントとなります。メールアドレスはコンタクトcontact@ibakira.tv、 コンタクト @ibakira.tv、 必ず、春の小川プレゼント係とこちら懸命にですね明記してください。お願いいたします。はい、とても可愛らしいイラストが中もね書いてあるんですよね。はい、こちら僕も本当読みましたけどもですね、はい、ちょっと
懐かしく感じさせていただける本当内容になっておりますので、うん、なんか文字の文章の量は少ないんですが、うん、あの深いというか、そうですね、考えさせられるような内容になっていますからね、うん、でも絵本って本当、うん、なかなか大人になって読む機会ってないので、確かに、はい、非常にですね、まあ、僕もこういうお仕事をさせていただいているおかげで、いろんな作品に出会えて嬉しいですね、うん、ね、はい、ぜひ皆さん応募してください、はい、さあそして、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん、この箱、はい、何が書いてあるか須藤さん分かりますか？何が書いてバカにしてるんですか？日立清流ひと夏の恋ということですね。そうなんですよ、はい、ぶどうですね、ぶどうです、はい、こちら日立太田市の JA 茨城みずほの皆さんから、はい、差し入れということでいただいてしまいました、番組に、はい、はい、ありがとうございます。こちらですね、今日、うん、あのもうちょうど僕今日 の茨城新聞ピックアップで、はい、はい、ちょうどブドウフェア、はい、はい、こちらもご紹介して、あれも日立太田市ですからね、そうですね、はい、今が旬ですので皆様、ね、日立太田のブドウ本当に美味しいですから、はい、僕もですねこの中身の先ブドウ見たんですけども、はい、粒がまあ大きい、大きいんですか、はい、もうこれぐらい、はい、そうさん結構ね目大きい方ですけど、はい、同じぐらい、本当ですね、そうなんですよ、すごい、あのもらった時もですね、うん、あの本当甘い旬なので今が本当食べ頃と言ってましたので、ね、うん、はい、もう番組終わったらみんなでいただきます、はい、私もいただきたいと思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。さあそして、はい、はい、今夜のイバキラナイト、イバキラナイトはファットブルームですね、はい、こちら9時から配信になります、はい、イバキラナイトもお楽しみください。そしてこの後番組終了後は、うん、マイシティ土浦でお楽しみください、はい、それではこの後も笑顔あふれるキラキラな夜を、イバキラ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 、イバキラキラキラ、イバキラキラキラ、